時にまあ実際にシャンプリでした。うんうんうん。オッケーですか。はい、今入れますね。じゃあお時間になりましたんで、ルリーと申します。皆様よろしくお願いします。今日はなんと9組もなんか入っているということで、今日 の、 あの流れだけ簡単にご説明しますとですね、ルリーライブとオープンマイクということで、あとまあセッションもあるって書いてあったと思うんですけど、今からあの30分ほどですね、私と今日多分初めてかな、2人でやるのね、オンギターテッチと言います。よろしくお願いします。で本当はね、あのハービーっていうサックスがいましたね、セッションなんかで、ね、前回もすごくあのサックスが一緒にできて喜んでいただいたりしてたんですけど、今日はちょっと仕事の都合で来れないんですけれども、まあ2人でなんとかカバーしてやっていきたいなと。で、まあ最初ライブやるんですけれども、その後一応2曲回しで、オープンマイクね、普段もここでオープンマイクされてよく来られてる方ばかりだと思うんですけど、でまあもう普通のオープンマイクはもう毎日のようにやってるかと思うんで、まあ、今日サックスこそいませんけど、彼はもうギター何でも弾けます。私も、そうですね、何ぐらいは弾けます。なんでどうですかね、多分普段皆さんもミュージシャン同士でセッションとかされてると思うんですけど、この曲にちょっとギター入ってほしいわとか、なんかいろんなのがありましたらね、1回目からでもいいですし、で2回し目は1曲なのかな、はい、1曲回しで、お時間の許す限りってことなんですけど、まあ、極力みんなでセッションで楽しんで、で別に僕らじゃなくてもミュージシャン同士でも結構ですから、お互いにこうせっかくの場ですから、僕も本来ここで1人でね前はやってたんですけど、1人でやってもあんま面白くないというか、誰かと一緒にやった方が絶対に音楽楽しんで、ぜひ、いろんななんか、思いもつかないようなセッションができたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、いつもあの日本語の割とフォーキーな曲やるんですけど、今日来てるギターがですね、洋楽のドーナツ45っていうバンドやってまして、そこのギターでテッチというんですけども、ちょっと洋楽中心になりますが、バンドでやってる曲を2人でちょっとアコースティックな感じでやろうかなと思ってます。1曲目がですね、 Can't Find My Way Home っていうブラインドフェイスの、曲です。Thank you.
フェイスっていう名前ご存じないかもしれませんけど、エッグアプトがねやってた曲です、ね。次の曲はですね、ビーチーズって皆さんご存知ですか。サタデーナイトフィーバーとかやってましたけど、で、まあ、そういったディスコブームのもっと前ですね、まだ、デビューしたてぐらいの時の名曲で To Love Somebody っていう曲で、
somebody, to love somebody the way I love you. ドリフトアウェイという曲で、多分これ誰の曲だったっけ、古いですよ、古い、50年代かそこらぐらいか、ね、ただあのたまにあの CM なんかでこれちらほらかかったりもしたんで、ひょっとしたら知ってる方がいるかも。あの途中であの手拍子的な感じがあるんで、そこは、ぜひ一緒に手拍子とかしてもらえるととても嬉しいです。じゃあ、行きましょうか。Day after day I'm more confused. Yeah, I look for the light through the falling rain. You know time again, time again to lose. Feeling strange.Get lost in the rock and roll and I drift away. Oh, give me the beat, boy, to feed my soul. Wanna get lost in the rock and roll and I drift away. Begin to sing that wasted time.While outside looks so unkind, coming to you, getting it through. Oh, give me the beat, boy, to feed my soul. Wanna get lost in the rock and roll and I drift away. Oh, give me the beat, boy, to feed my soul. Wanna get lost in the rock and roll and I drift away.Get lost in the rock and roll and I drift away.
the big boy to free my soul. Wanna get lost in the rock and roll and I drift away. Give me the big boy to free my soul. Wanna get lost in the rock and roll and I drift away. Before to free my soul, wanna get lost in the rock and roll and I drift away. Watch tenderly, watch tenderly, drift away. これでもここまで来たかな。じゃあ、次の曲もねバンドの曲なんですけど、皆さんご存知かどうか分かりませんけど、ここのマスター、昔僕同じバンド学生がやってましたね、ドラム叩いてたんですよ、知ってます、ね、でもうある時を境にもう叩かれへんねん言うてやめてまいったんですけれども、まあ過保音があるんで今日ちょっと無理やり、いやいやほんまいやいやでしたけど、カホーン叩いてます。昔学生時代のズマっていうバンドやってましたよね。僕はベースで彼がドラムで。ビール。カホーン。乾杯。乾杯。乾杯。でまあその学生時代やってた曲なんで、できるやろ言ったら何年前やみたいな話をさっきしてたんですけど、ついこの間もやったんだね。2年前。2年前ね。あの復活ライブ的なことをやった時に、昔の曲で、じゃあジュービー・ブラザーズのナンバーから、ちょっと待って歌詞がこれか、知ってる人は一緒にね、知らんか、知らんロッキン・オン・ザ・ハイウェイ、ちょっと待ってすいません
限界を見たね。もうこれ以上入ってけへんねみたいな。ありがとう、サンキュー、村上雅也、もう一回大きな拍手を。ワイワイペンここで酒を飲みたかったんや、しんどい目してやっともらったボーナスをパッと全部つくってもだろうか。ワイの席にホステスを2、3人ほど呼んでくれ、ボーイさん、ボーイさん、ビールもじゃんじゃん持ってきて、今日は踊りきり騒ごうか。はあ、憧れの、はあ、憧れの、誰もが憧れるウエストファイブ、ウエストファイブ、あなごみもあるウエストファイブ。OK、ピーター10分ちょいずかかるよ、結構しんどいで、ね、ウエスト5 、こんな感じでやってまいりましたけどね、残すとかあと5分ということでちょうど最後の曲、バッチリやね、ほんまねここまでね重たいギター背太郎って夏の暑い日、暑い夏の日にね、ここまで歩くと本当にね、もうぶっ倒れますからね。京都暑いね、ほんまね。暑いっす。ね、っていうか、あんたも京都やろ。もういえ、実家はこのずっと五条上がっていったところでした。そうなの、はい、もう昔が暑い暑いです。清水さんのところです。暑い、もう。何か忘れてしまったわ。じゃあね、最後の曲です。最後の曲はここでも何遍もやってて聞いたことある方もいらっしゃるかもしれませんけど、フランス語の曲やりたいなと思ってます、フラフラ語ちゃいますか、フラフラ語ちょっと今のがなりすぎても喉がね、結構乾杯乾杯チェアスチェアス
次ね言っときます。あのね、僕がもうぜひ一緒にやらせてほしいので、師匠ですからね、歌のね、僕は歌えませんけど、歌えない師匠じゃないか、歌えないんですよ。私の師匠がルリさんということです。歌の教えてくれないですけど、何歌まだできないしでこの歌ええ歌なんですよ。今日初めてです。練習音が全くなしです。さっきちょっと3分間ほどやらせてもらったええ歌です。ウーララっていうとこありますんで、そこ皆さんぜひご礼はいただけるとありがたいです。ご礼はなくてご賞はねあ、すぐ気づいていただいた。さすが頭の回転早いですよ。まだボケ始まってません。大丈夫です、ウーララっていうとこ皆さんウーララって一緒にね、歌ってください。でウーララ以外は全て日本語なんで、ほぼほぼ日本語の曲ですが、笑いすぎやそこ
諦めて、また夢を見る。へこんだりつまずいたり、逃げたりもした。うらら、皆さんもご一緒に、うらら、うらら。時は流れた、また会えたよね。おけらしさん、うらら、うらら、うらら。時は流れた、うらら、今日は本当にありがとうございました。またね、半年後ぐらいにやるかと思いますんで、またその時ぜひ遊びに来てください。また会えたよね。ありがとう。じゃあここで、順番はどうなってるのかな。順番発表しますね。到着順ということで、1番上野さん、2番が、のりさん。あの1曲目がね、あのキャンセルになったら、八田さんもしよかったら入ってください。いいんですか。仕事でもらったら、もうさっき、はい、時間あれやから。あ、で、あの一回し目からでもね、ちょっとあのティッチさんにギター弾いてほしいとか言ってもらったら、あの150曲ぐらい弾けると思います、ね、僕は5万曲ぐらい弾けますけどね。じゃあみんなでこの後は、楽しいオープンマイク、その後2週目また1曲回しで、ぜひあの呼んだってくださいね。僕らも座ってるだけやと面白ないんで、ぜひぜひ、もう一回名前言っておきます。テッチと言います。テッチと呼んでやってください。2番がマコトさん、4番がデカチョ、5番がユサイさん、6番がエイちゃん、7番がチャイムさん、8番がすごい、ドアップで。ありがとうございます。